最近死亡事故も多いので、気をつけていってください。はいはいはい。昨日、上田市菅平高原の国道沿いの駐車場で行われた交通安全啓発。呼びかけの対象はバイクのライダーです。8月19日のバイクの日に合わせて県内各地で啓発が行われました。峠好きなんでゆっくり制限速度で走るように心がけています。スピードの出し過ぎ、まあ、無理な追い越し等ですかね。まずヘルメット、今上着はこれプロテクターとか入ってますんで、転んだ時に最小限怪我しないように。県内では今年バイクが絡む事故が158件発生し、死者6人、怪我人は146人に上り、いずれも去年より増えています。旅行マインドの回復などで県内に訪れる人が増えていることが背景にあるとみられ、今月4日にはツーリングで人気の長和町の通称ビーナスラインでバイク同士の正面衝突の事故があり、男性1人が死亡しました。県警によりますと、過去5年間に発生したバイクが絡む死亡事故のうち、交差点での衝突が半数を占め、カーブを曲がりきれずに起こった対向車との衝突も3割に上るということです。3カーブの特にカーブですね、急カーブ等を曲がりきれずに対向進出して正面衝突してしまう、こんなような事故も増えております。慣れない道を走るわけですので、スピードの出し過ぎ、それから道路形状をよく確認をしていただいて、安全な速度で走行していただければと思います。